皆さんこんにちは。演歌歌謡曲 K チャンネルのけいこです。今日は岡みどりさんの雪かげろうという楽曲をレッスンしていきたいと思います。幸せ薄い女の心にまたしても幸せ遠い恋の果て。この曲は雪女を題材にして書かれたものだそうです。前半、中盤、サビ、終盤と物語の設定を考えて構成を作っていきましょう。じゃあまず一番最初なんですけども、不実でしょうかっていうこの言葉から始まります。この不実での不実っていう言葉、唱歌の丘っていう言葉が16部になってきます。ちょっとやってみますね。不実でしょうか。今聞いていただいたように、不実の不実、最後の唱歌の丘、16部、その間に挟まれた不実でっていう言葉、このつでっていう言葉は少し切り気味に歌ってください。もう一回やっていきますね。一緒にいきましょう。3、はい、不実でしょうか。うん、お休みで、次、愛していても愛っていう言葉、そして最後の愛していてものてもっていう言葉、この言葉も同じく16部、間に挟まれた愛しての知って、これも少し切りながらいきましょう。愛していても、愛していても、うん、お休み。で、知られたくない顔がある。知られ、ここは知られ、れの音は一拍ありますから、ちょっとここ待ちましょう。知られたくない顔がある。そこまでもう一回一緒に行きますね。16部とおやす切るところ、そしてお休み、気をつけながら行きましょう。そこまで3、はい、不実でしょうか、うん、愛していても、うん、知られたくない顔がある、トントントンです。そして、パターンは同じになりますけども、凍える肌は、凍えるの凍、肌はのだは、ここも16部、早い音です。そして真ん中に挟まれた混合エルのエル、ここも少し切り気味にいきましょう。混合エル肌は3、はい、混合エル肌は、うん、お休み。で、よごと燃えるのに、よごとのよご、16部、燃えるのにののに、16部、真ん中に挟まれたよごともっていう言葉も切っていきましょう。で、心の仮面は燃え残る、ここも心のっていう言葉、仮面はっていう言葉、燃え残るっていう言葉、ベターっと歌ってしまわない言葉、言葉で切っていきましょう。今後 L からいきますね。3、はい、今後 L ファンダは、うん、よごと燃えるのに、うん、心の仮面は燃え残る、トントン、うん、お休み。そしてあーっていう言葉、簡単詞、この情を表す言葉なんですね。この言葉、あーっていうこの言葉は、いろんなパターンが、歌うことができます。まずは、声を出していく場合、例えばあんまり大きな声はダメなんだけれども、はあっていう声で出す場合、それとため息みたいに息を吸らせる場合、はあって息を吸らせる場合、私が一番いいと思うのは声と息を吸らせるのをミックスしてあげるのが一番いいと思います。例えば、はああなたで、あーあーは息を吸らせる、そして次のあなたは、あなたっていう言葉は強くいきましょう。愛の償いは、言葉早いですね。愛の償いは幸せ手放すことですね。どん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 大きくなっていきます。そして言葉も16部の音がたくさん出てきますから、言葉一つ一つをはっきり発音です。この発音に注意しましょう。あーからいきましょう。3、はい、あなた、強くね、愛の償いはして幸せ手放すことですね。
にかかっていくところなんです。幸せ、手放す、その次のことですねの項の手前にしっかり、下腹に息を入れて、ことですねは 1,2,3,4,5,6,7 拍もしくは7拍半まで伸ばしてほしいんです。ロングトーンね。でここのロングトーンの出し方、一つ、お勉強してほしいんですけれども、ことですねのねっていう言葉で伸ばすのではなく、母音のえという言葉で伸ばしてほしいんです。あいうえ、口角をくっと上げて横開き、しっかり横に開く口を作ってあげましょう。そして女性でったらこの音は一番中音で出しやすい音ですから、えというか言葉の形、口径を作ってあげて、しっかりと前に押し出してあげるようにしましょう。じゃあまずはえという言葉で7拍もしくは7拍半伸ばす練習いきますよ。しっかりおへそより下5センチ下、丹田というところに息を入れて吐く、吐いて7拍半いきましょう。 A です。3、はい、でその A の手前にこのことですねのねっていうこの子音をつけてあげる。これは本当に軽くつけるだけでいいです。 A が主流になってきますから、ねという言葉は本当にちょこっとつけるだけ。じゃあねをねにしていきますね。ねはちょこんとつけるだけですよ。3、はい、ね。じゃあそれを歌の中に組み込んでいきましょう。幸せ、手放す、ことですね。ここからいきますよ。幸せから言葉をだん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 大きく、感情は大きく大きく、前に持ってきてください。幸せ、手放すことですね。 ね、その次に今度は最大に、大きな山場が、入ってきます。別れも告げずに行くことをっていうところなんですけども、わか、わか、口元は開けて開けてなんですね。でかっていう言葉は2拍ですから、しっかり口元を開けてしっかり、音の開きを取ってあげましょう。こっからここの音の開きね。じゃあそこまでいきましょう。別れも告げずにまでいきましょう。3、はい、別れも告げずに、うん、お休みです。ここお休み入れてくださいね。で行く、このくっていう言葉は1と2と半まで伸ばしてください。行く、1と2と半伸ばしてから今度はうっていう言葉におります。こと、もう一回いきますよ。行く、こと、3半まで。じゃあ別れも告げずに行くことを、ここまでいきましょう。わからかの音の開き気をつけてください。いきましょう。大きく歌うところですよ。3、へ、別れも告げずに行くことを。で今度は雪、雪、雪、3つ雪が続いてきます。その雪っていう言葉を大事にしてほしいんですね。強弱をつけましょうっていうことなんです。最初の雪っていう言葉、中くらい、雪、次の雪、雪、小さく、その次の雪がもう最大大きく、雪が大きく、中、弱、強に持ってきてください。そこでしっかりまたブレスを入れて、攻めます、夜明け前、夜明け前の夜の手前にもしっかりブレス入れてあげたらいいです。でしっかり伸ばしましょう。夜明け前、 1,2,3,4,5,6 もしくは7ぐらいまで伸ばしますから、しっかりそこは、ブレスを取ってください。雪からいきましょう。この強弱気をつけてくださいね。最初は中くらいです。3、はい、雪、雪、雪が攻めます夜明け前。
を若干落としながら語っていきましょう。富士通でしょうかからいきます。3、はい、富士通でしょうか、愛していても知られたくない顔がある、凍える肌は夜ごと燃えるのに、心の仮面は燃え残る。ああ、あなた愛の償いは幸せ手放すことですね。別れも告げずに行くこと、雪雪雪が攻めます、夜明けまで。どうもありがとうございました。